スペース2月24日堀口スペース関節矯正筋文字起こし。関節矯正筋8万円になりそうだけど大丈夫そう？大丈夫というか、そもそも関節矯正事件、関節矯正申し立て事件の、新人が執行裁判所で始まっていない以上、別に1円以上も払う義務はないんですが、なんというか頑張って関節矯正申し立て事件の新人をやってくださいねとしか言わないんですけども、日執行法の何条だったかな30いくつだったか忘れましたが、以下法律の話うんぬんかんぬん、とりあえず民事執行法の条文と、民事執行の実務に関して、調べてくださいとしか言いようがないので、なんかすごく頭の悪いというか法律を知らない人の質問だなと感じがするんですが、とりあえず8万円払えばいいのというものではなく、そもそも払う義務がない。暇そらが法律を知らずに騒いでいるのに踊らされている今日もバカなタキパンスレの人たちとしか言いようがないんでしょうか、大変申し訳ございませんでした。点点点という部分を読み上げるのを忘れてしまいました。しかし取り直すのが面倒くさいのでこのまま投稿します。